根木と丸山で爆速電気です。お願いします。いやー、この場に立つとさ、今年こそあの大会に出て優勝したいなと思うんだよね。まあね、一応芸人の端くれなんでやっぱ夢見ちゃうんすよね。あの大会でしょ、有馬記念。有馬記念、有馬記念、皆さん M1 だと思っててM1 じゃないよ。違うの、え、あの馬のお前が走るのダークホース。無理やろ。どこがどこがやめて、その感じ出すのだるい。ちょっと帰っておいで。でもまあ実力の問題があるのは種族の問題よ。種族の問題、それどこで解決できる？分かんない。なんか区役所とか行ってみたらいった。でも最近走り込みしてんだよね。まあトレーニングするのはね、別に悪いことじゃないと思う。2.5キロ。有馬記念の距離はお前。毎日の入り2.5キロ。きっしょい時間帯走るね。ピタゴラスイッチミニの時間だもんお前。じゃあまあタイムどんくらい？タイムはだいたい10分ぐらい。厳しいと思う。まあ2分で走るからさ、お前5周差は覚悟してほしい。でも聞いて、最近フォームも意識してます。意識してんだ。もうそこまでいったら一旦俺好きにしたらいいと思う。じゃあ一回用意ドンって言うの。有馬記念用意ドンじゃ始まらんで、演奏が始まるから。メンソーラみたいなやつね。ファンファーレな。沖縄のようこそよ、それは。でもゲート開いちゃうね。急ぎな。クラウチングスタートなんや、ゲートの中で。行くで。パラ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 。ズルするなお前。怖い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 、見てられんってお前。今隣で馬一緒に走ってるんやろ。どう？フォームどう？知らん。見ても俺馬に勝つためのフォーム勉強してきてないから。よく見て。お前の360度ビュー興味ないわ。見ても分からんからこんなん。名前なんだと思う。お前の金木じゃないのそのまま。ディープインパクト2。調子乗んなよお前。そんないい位置流れてないからお前に。武豊もいる。武さんいんの。武さん背中乗ってんの。隣でこう。武さん走らせんなってお前。なんで自分に武さんムチ入れてんのお前。武さんの360度ビューいらないからお前。もう病院行こう。どうもありがとうございました。